皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今回は夏休み中にいただいた質問、これに答える動画です。中学生の方からいただいた質問で、塩水の体積を比べる問題、これについて質問に答えていきたいと思います。下のような2つの塩水 A と B があります。この時 A の体積は B の体積の何倍でしょう、このような問題でした。 A がこちらの塩水、 B がこちらの塩水ですけれど、ここの長さ、質問された人の長さじゃなくてここの長さ、数字書いてあります。なぜかというと、もしかしたらそれ学校の宿題でそれをそのまま使って説明すると、私がその宿題の問題解いたことになっちゃうので、その数字の部分変えさせていただきました。この問題を解くとき必要なのは、この水の体積の求める公式、これを知っているかどうかです。水の体積は四角錐でも円錐でも三角錐でも、底面積×高さ×3分の1、この式で求めます。ここでは円錐ですよね。 A の円錐、底面の円の半径は12センチ、高さは6センチですね。ということは、円の面積は πr2 乗、 π かける半径の2乗ですから、 π かける12の2乗かける高さ6かける3分の1、この式で A の体積求められるんですね。 B、 この底面の円の半径は8センチ、高さが12センチですから、体積は π かける8の2乗かける12かける3分の1と、この式で B の体積、出ます。で、この質問された方、できるだけ簡単な方法で教えてほしいということも言っていましたので、できるだけ簡単な方法でやる方法、これから説明します。 A は B の何倍か割ればいいんだけれど、どちらをどちらで割ればいいかちょっと迷っちゃう人はこんなふうに考えてください。10は2の何倍でしょうというとき、これは小学生の問題ですから簡単に式は作れますよね。10割る2です。10割る2で5倍、こう出ますよね。ここに A は B の何倍というふうにこう書き換えれば、 A 割る B、 つまり B 分の A を求めれば A の体積は B の体積の何倍かが出るって分かりますよね。この形を使って簡単に解きます。つまり B 分の A を使いますね。まず B の体積、これを π かける8の2乗を8かける8に分けます。かける12かける3分の1と、 A の体積、上の部分に書きます。 π かける12かける12かける6かける3分の1、この状態で約分をします。まず π が約分できますよね。そしてここの12と下の12、約分できました。それから3分の1先に約分しておきましょう。分数同士でも上と下同じものがあればそのまま約分できます。で、8と12、4で約分すると8は2になって12は3になりますね。で、この2と6を約分しますと1になって、こちらが3。分母は 1×1×8×1×1、 つまり8ですよね。同じように分子の部分は 1×1×3×3×1 で9、8分の9。つまり A は B の8分の9倍というふうに分かるわけです。
これを普通に、ね、π×8×8 なら8π64×12×3/1 ってやると大変でしょ。だからまずこの b 分の a の形が分かったら、数字をそのまま式のまま残して書いて、約分できるところは約分して、そして求める。これだと簡単に求めることができますね。で、答えは8分の9倍と、便利な方法なので、こういう方法があるということを知っておくといいと思います。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。